井上康氏5月6日から1991年1月29日は日本の小説家、詩人。1950年、東牛で芥川賞を受賞。私小説、新境小説が主流だった敗戦後の日本文学に物語性を回復させ、昭和文学の方向性を大きく変えた戦後家を代表する作家の一人。劣等感から来る孤独と人間の無情を、 時間と空間を通した舞台と、史上あふれる文体、表現によって、多彩な物語の中に描き、高い評価を得た。1950年代は、いわゆる中間小説と呼ばれたレ愛アイ、社会小説を中心に書いたが、徐々にその作風を広げ、1960年代以降は、東、アジアを舞台とした、再生き物と呼ばれる、歴史小説、 幼少期以降の事故の境遇をもとにした自伝的小説、敗戦後の日本高度成長と科学変調の現代を憂う風刺小説、老い年生観を主題とした心理小説、詩小説など幅広い作品を手掛けた。主な代表作は、闘牛、氷壁、風林火山、天平のイラカ、おろし屋、国を言うメタンコ、孔子、明日な物語、 白番は我が母の木など、10代から83歳の絶筆まで生涯にわたって死を書き続けた喫水の詩人でもある。まだ海外旅行が一般的でない昭和期に、欧米の大都市からソ連、東、アジア、中東の秘境まで数々の地を何度も旅しており、それをもとにした飛行文や各地の美術評論なども多い。1980年には、 日中文化交流会会長、1981年には日本ペンクラブ会長に就任し、以後、文壇・文化人の代表としても国内外で積極的な文化活動を行った。芸術院会員、文化功労者、文化勲章受章、川端康成、東山会医と共に、長野県東地区間国赤品町にて撮影、小説は、 同時代を舞台とするもの、自伝的色彩の強いものに加え、歴史に取材したものに大別される。歴史小説は、日本で特に戦国時代、中国ではとりわけ西域を題材にしたものを多く描いた。巧みな構成と、史上豊かな作風は今日でも広く愛され、映画、ドラマ、舞台化の動きも絶えない。白番場、夏草冬、東、北の海は、 自身がモデルの主人公、伊上耕作が幼少期から青年に至るまで自伝的な作品である。白番場は静岡県伊豆湯ヶ島で過ごした幼少時代の夏草冬等は旧西沼津中学校の生徒だった頃の北の海は沼津中学卒業後の沼津での浪人生活の一年近くの日々を描いたもので、その日常、 あるいは旧制第四高等学校の練習に誘われ、寝技主体の柔道、いわゆる高専柔道に明け暮れる工作が、生き生きと描かれている。井上康氏の周囲に実在した人物がモデルとして、多く登場し、特に、白番場中に登場する、祖,祖父の目掛けで工作とは、地のつながらない、おぬいばあさんとの生活は、井上康氏の人格形成を語る上で欠かせない。 ものである。その他、老いの境地に入った実母、八重について書いた、作者晩年の短編三部作として、花の下、月光、雪の面がある。1981年10月、井上康氏が、ノーベル文学賞の候補との報道が流れ、世田谷の井上宅に報道陣が殺到した。井上は、報道陣を自宅の応接館に招き入れ、受賞者が発表されると、 集まった一同と残念の逆をあげた。以降、毎年ノーベル文学賞発表の日になると、集まった報道陣を応接官に招き入れて、残念会の主演、ノーベル賞が行われるようになった。報道は年を追うごとに加熱したが、党の井上は天から石が降ってきて、世界の何十億人の誰か一人に当たるというのだから、 当たると考える方がおかしいし、恥ずかしいことだとして、自らの受賞には全く期待もせず、望みもしない態度であった。家族からは、賞を期待しているように思われるから報道陣を家に入れない方がいい、という意見もあったが、相手にとって嫌なことでも取材せざるを得なかった、新聞記者時代の経験から仕方ないことだとして、 集まる報道陣に対しては一定の理解を示し、丁寧な応対を続けた。当時、井上が実際に候補に挙げられているかどうかは、不明であったが、2020年1月、井上が1969年の候補に実際に挙げられていたことが判明した。また、それ以前の2012年3月、ノーベル委員会のペール・ベストベリー委員長が、読売新聞の取材に対して、 井上康史が非常に真剣に討論されていたと回答している。無印は現代小説、陰は時代歴史小説、陰は自伝的小説、史小説。同一タイトルであっても収録作品が異なる場合が多いため単行本と文庫本を別記する。単行本文庫本。ありがとうございます。